Bonjour. 今日は日本人が日常に使っているフランス語を紹介したいと思います。日本語の発音とフランス語の発音、そしてちょっとしたコメントをします。第一はアンケートです。そうです。みんなは、ね、英語と思ってらっしゃるかもしれませんけれども、実はフランス語です。フランス語ではアンケートと言います。発音は似てますね。だけど日本語とアンケートとなりますが、フランス語ではアンケート2つの音となります。第2はガトーをショコラ。聞いたことがありますね。ガトーはケーキ。ショコラはチョコレート。でも何の味のケーキですか？チョコレート味ですから。ガトーをショコラ。まあ簡単に言いますと、メインの味、素材はチョコレートとなります。第3はカフェオレ。同じ仕組みですね。どんどんフランス語が覚えてる。カフェはコーヒー、で、レはミルク。カフェオレ。まあ、大体同じ発音なのかな。まあ、カフェオレのエの口はもう少し開けないといけない。カフェオレではなくて、カフェオレ。口開けてもらいましょう。エ。同じことでカフェの味に、まあ、カフェプラスつけたのがミルクですのでカフェオレ。ちなみにイタリア語はカフェラテとなる。似てるよね。フランス語とイタリア語は両方ラテン語ですから元は同じですね。イタリア語はフランス語のお父さんと思ってもおかしくないと思います。第4、クロッサン。日本語でクロッサンです。フランス人にクロッサンと言っても通じない可能性がありますのでフランス語はクワッサン、2つの音です。ちなみにとっても驚きのことがありますけれどもフランス語の綴りには2つの S、 クワッサンはフランス語では2つの S がありますと日本語で勝手にちっちゃなつをつけてますね。だからクワッサンとなりますけどフランス語にはちっちゃなつは存在していませんのでクワッサン。5番目はクレープとなります。日本語だとクレープですけれどもフランス語では一つの発音クレープで終わります。フランスではクレープはよく食べます。僕の実家では週1回金曜日の夜にクレープを食べていた。もちろん甘いものだけではなくてしょっぱいのも甘いのもあります。一番定番のしょっぱいなクレープはハムとチーズと卵、それがとっても美味しいです。今日ここで終わりますけれども、たくさんの他のものを紹介したいと思います。次のビデオは日本人が間違っているフランスの有名な名前です。アラン・ドロンとは言わないので、本当の発音を紹介します。それでは、au revoir。